道の駅そのまま行けないんですか。はい、道の駅には行けない。もう駐車場いっぱいなんで無料のサービスになってることになりますので申し訳ませんね。はい、すごいね、もうこの時間でいっぱいない。そんな人気なんですし、だってあそこあれやもんな、駐車場そんな多くないもんな。ふくら行くじゃん。ふくら行こうか。ふくら戻る感じか。うん、戻る感じ。道の駅うずしをね行こうと思ったんですけど、およそ300メートル、なんかいっぱいみたいで駐車場が。もう今日は諦めてふくらのね港の方にちょっとブラブラしに来てます。道の駅、まあ、でもこっちは、はい、第一駐車場、うん、道の駅ふくら目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。開いてるやん。開いてるやん。そこ。え、向こう側か。一緒。あ、開いてる開いてる。目の前開いてる。あ、とこ開いてるわ。はい。到着。船が出た後なのかな。めちゃ静かな道の駅。うずしおクルーズオリジナル。こちらが船の乗り場になってるから、一日何回出てんねやろな、船。ああ。午前中も水道したんや、泣いてる時間。20までやったんや。そういうことか。期待度。昼から12時は三角だったんや。いい調子ですね。いいおじさんが、はい、ここはいいおじさんがね、おかしいね。いいおじさんが嬉しがりのおじさんやから、はい。玉ねぎシースープのシーンがあります。飲もう。これやな。よいしょ。こんな一杯入れていただきます。あー、美味しい。でも。うん。結構塩辛いな。選んで、よ、え、何個って4つ。なんか怖いな。これ2、あ、入っていった、入っていった、入っていった。え、ここも何も置いてないやん。ここに手間がやってるんで、あーすごいね。あーすごい。あーほんまや。わー 100% やね。うん。ふくらマルシェでほうれん草と菜の花と菜の花ぎっしり入ったの。うん。菜の花明日おひたしにします。オレンジジュースとハッサコか。うん、淡路島さんのイオカン。イオカンか。イオカン 100%、はい、6個分。ここもすごいな。今からね、車中飯、海見ながらね。ああいいなこの景色は、うん、最高やね。最高だすな。贅沢やね。贅沢やな、うん、お湯だけ沸かしてね、スープかな、うん、スープ、卵スープと、うん、中華味の、うんうん、あの春雨スープとシーフードスープ、うん、どれがいいですか。中華スープにしようかな。中華スープ、春雨の。春雨さん何します。どうし
卵じゃん。卵、ね、はいはい。プ、うん、入れるね。はい。朝の春雨。ここ置いてもいい？うん、うん、いい。で、あれか、その卵。で、ではいただきますか。はい。はい、いただきます。いただきます。あの、ゆで卵味ないので、一応塩もちゃんとつけといたので。あ、塩つけとこうかな。あらじを。ああ、ありがとう。全部振るの。うん。振ってしまい。じゃあ、塩結びから行こうかな。うん。塩足りへんかもしれん。私、うん、何でも控えめやから。な、うん、何でも控えめやから。控えてんの？ダメやろ？うん。控えすぎたら体に良くないよ。夫にも控えめに接してるからね。さあ、海を見ながら。わあ最高やね。うん。贅沢。贅沢やなこういうの、うん、な。景色がいいから美味しい。淡路島に住んだらこれ毎週できるんやな。でももしかしたら生まれ育った人はもうあんまし感動ないんかも、うん、毎日のことやから。っていうか、もっとええとこあるんやろな。うん、そうやね。もっと海辺でこう。いいスポット。うん。うん、これヘリポートみたいです。綺麗な芝生やな、これ。ああ、波がね、やっぱ瀬戸内側の方やから穏やかですね。もうこれね、ほんまええとこやな。波打ちはこれね、もうこんな感じで砂浜じゃないんですけど、このギリギリまで行け。うん、ずっと休憩できるのかな、ここ。あそこ施設があるみたいですね、なんか。向こうの方は砂浜なんかな、あれ。ちょっとウェイク君映してあげた？あ、ウェイク君、はい。あそこでいてます。これ夜間は開いてるんかな、閉まってるんかな。反対側の入り口閉めてたぐらいやからな、うん、時間がやっぱあるんかもな、夜は、ね、そうせんと、うん、公衆トイレって書いてあるわ、やっぱり。トイレだけなんや、ほんなら、うん、利用規則みたいなの書いてないかな、これ。あ、これも書いてあるな。テントな、テントの設営バーベキュー禁止します。もうすごいね、広大な広さやね、これ。あ、でも行ってる人おんな、あそこ端っこまで。まあ、すごく綺麗で穏やかな海をね、眺めて気持ちいいな。はい、今からね、うなぎじゃない、花子会に行きます。はい、有名なところで、右方向で、どの先、ジャンジャンやりたいですね。駐車場どこやったっけな。右方向で、その先、実際の交通規制に従って走行してください。あ、前の人も穴子でした。穴子へ前でジャンジャン焼いてます。穴子、ここね、ここが映ってるんちゃう、今有名な、ちょうど前で、うん、ちょうど。やっぱり焼きたてを炭火で焼いてるからな、美味しいやろ。たまらん匂いするもんね。そう、だからそうやってその
ばで食べる人のためにあの長いベンチが2つほど置いてあって、バイクで一人でふーっと来た男の人が食べてたな、ボクボクと食べてはったね。次から次へとバイクでした。まあね、ちょっとあの大きい道からね、前の道からちょっと看板があんまり大きい看板出てないんで通り過ぎちゃいがちなんですけども、まあ場所探してね来られたらいいかなと。メインの道通りやから、うん、美味しいですんでね。で今からね、あの花さじきに向かってます。今の時期はねまだちょっと菜の花がちょっと早いかないうぐらいの時期で、3月まあ上旬から言うてるから、ひょっとしたら今日咲いてるのがね見れたらいいんですけど。朝ドラのエンディングを撮ったらしく、ここで。あ、そうなんや。行き来付近です。わ、なんか人がいっぱい歩いてるけど。本当やね、すごいね。どんどん増えてきてるんちゃう、ここも。止めれるかな、駐車場。もうそろそろ有料なるんちゃう。わ、ここ駐車場がないやん。あれ、あ、変わってる。本当や。この右手が駐車場やったけど、今工事やったけど。うん。どう見ても仮設だな。ソフトクリームやってんのかな。なんかはあ、やってるやってる。やってる。なんか話さずに来たらソフトクリーム食べたらいや、別に話さずに今でも食べてんねんけどさ。なんかこうサービスエリアやってる。サービスエリアなんか社長が外出たらさ、あー、もう飛んどるな、トンビが。トンビが狙ってる。リードなしでのご入園はお断り。優雅に飛んどんな。わ、すごい綺麗。菜の花綺麗よ、ほら。あ、よかった、見れるや、見れたやん。あ、ほんとや。うわ、見れてる、うん、これがまだ何、そんなシーンあったっけ。あったあった。俺は知らんわ。見てないから。一番最後のシーンやから。へえ。あ、お前撮影してんや。すごい。あ、ほんますごい匂うな。綺麗ね。このグラデーションがいいな。アイソフト、おっさんが買ったんやけど、アイガツさん持ってもらいます。一口どうぞ。先っちょ、はい、アイガツさん寒いで飲み物だけ買おいてます。じゃあいただきます。キャンプとあと淡路島をね、いろいろ回って楽しんでまいりました。もう今回はね、もうこのまま帰ります。でまたね、機会があったらキャンプね、また淡路島行きたいと思います。はい、キャンプと観光かな。淡路島いいね。もう淡路島はね、あのいいですね。あのぐるっと一周回れる、回ってもそんなに多分時間かからんと思うんで、見るところ結構あるし、食べるものもあるしな、でキャンプ場もいいとこ結構あるし、今回行ったジャノヒレも良かったですけど、他もね、あれ行きたいからね、行ったことないところも行ってみたらね。まあ、神戸のね、街が見えてきましたけども、まあ、今回はそういう楽しみでした。はい、皆さんもぜひね、淡路島へ行ってみてはどうでしょうか。はい、最後まで視聴していただきありがとうございました。
全然気づけなかった。ちょっと縮まった。後ろ取っとこう。おかしいんじゃない？うん、カイユか？ポルシェ？はみ出してるやん。あれ幅が広いねんかい。もともとギチギチやで、綺麗に止めてもカイユはみ出しとるな、ケツの方がな。嫌がって買いはったさ、その方が無難やわ。まっすぐでいいよ。